千光寺の境内からこの栗の中に入ってまいりました。素晴らしい囲炉裏が切ってある前で、新しいお客様をご紹介します。小林達夫先生です。国学院大学の考古学研究室で大変ご活躍 の学者でいらっしゃいますけれど、今日は特に縄文についてのお話をお聞きしたいと思いますけど、今津鳥さん その縄文楽器と言われる音色をお聞きになりまして、先生どういうふうにお感じになりましたでしょうか。私は土鳥さんにお会いしましてね、この次に演奏をお聞きしたんです。その時大変刺激を受けました。個人的にもまさに今まで見えてこなかった音の世界を目の当たりにさせていただいたということで、その後にも私の考古学に対するといいましょうか、縄文時代の研究について、まあ一つ奥行きが出てきたような、まあ他の方はどうお考えか分かりませんけれども、私自身にはそういう自覚が生まれてきましたね。それまでの研究というのは石器の形、まあ、槍だとか、そうですね、矢尻がどういう形であるとか、どんな石で作ってるとか、そういうところにこう傾きがちで、土器を見ましても形だとか、そこについてる模様だとかですね、年代とかそういうものがさらにどれぐらいの古さだとかですね、そんなことをもう一生懸命やってたんですね。でところがかつて実はもしかしたら太鼓じゃないかと、特別な形の土器に対してそういう考えがあったんですけれども、誰も音を立ててみようとしなかったんですね。それで立ち消えになりまして、そのうちに考古学をやる人にはお酒好きな人が多くてですね、でもしかしたらそれは酒造り用じゃないかというような意見も出てきまして、大勢の賛同者がおりまして、だんだんその太鼓説というのが先細りになってきたんですけれども、その中で土鳥さんのですね、一つ確固たる信念のもとにこう挑戦して、そして音を出してみたと。これで個人的にはもう私もそうなんですけれども、縄文研究全体にまあ響くような衝撃が出てきたわけですね。私も CD で土鳥さんの音を聞いた時に本当に新鮮な感情に襲われたんですけど、土鳥さんこうずっとこう世界を回ってらっしゃいましてね、こう日本のこの縄文楽器というものにある種の世界性といいますかね、国家以前の楽器だろうと思いますから、すごく民族的な世界性が共通してあるんじゃないかというふうにちょっとなんとなく感じているんですけど、どうでしょうか。そうですね、僕は渡り歩いたその国々のやっぱり原初的なね、最も自然に近い生活をしている民族が持っている楽器にやはり近いんですね。でアフリカでもインドでもそういう楽器をいまだに持って、土器の楽器ですね、演奏している部族たくさんいます。でアフリカなんかはチャドなんか行きますと、そのもともとは料理に使うですね壺があるんですけど、その壺をある祭りの時に穴を開けまして、まさに均等にこういうね、でそれに皮を張って締めて太鼓にする、でそういう楽器もありますし、あとインドでは土器の楽器が多いんです。いまだにそれは南インドに行くとガタムって言われてて、これは古典楽器になってます。本当に壺だけなんです。その壺でいろんな音色が出ます。あとインドではその鼓のね、名前の原型だって言われてるズンズビっていうのが古代にあったんです。でそのズンズビが名まって日本に来て鼓になったんではないかと言われてる。そのズンズビっていうのが古代サンスクリット語で、これは土の胴の太鼓という意味なんです。だからもう言葉がもう太鼓そのもの の銅 のマテリアル素材を表してるんですね。でインドではそういう太鼓たくさんあります。それからアメリカインディアン、これさっき雨乞いの話しましたけど、その雨と関係したね、その水太鼓っていう土器の太鼓があります。これは土器に水を入れて川の張り具合をそれで変えることによって、そのシャーマンが吉凶を占うような太鼓がたくさんあります。まあ、大変興味の深いお話なんですけど、我々のその縄文時代は実は今の日本はすごく日本的になってますけれど、縄文時代はすごい世界性とある意味は宇宙と連続してたんじゃないかと思うんですけれど、その縄文時代についての VTR をぜひ皆さんと見たいと思います。 VTR お願いいたします。縄文時代、飛騨の人々は取り囲む山々の間を縫って盛んに行き来をし、信濃や北陸などの他の地域と交易を深めていました。
河合村で発掘された有効つば付き土器。壺の口の部分に特徴的なつばの形と等間隔にうがたれた穴を持つ縄文中期の土器です。壺の内部には赤い色が塗られ、今もなお鮮やかさを失っていません。高山市郷土館です。幾何学的な文様が描かれた浅い鉢のような土器。この土器には普段見えないはずの底の部分まで文様が丁寧に描かれています。飛騨で集中的に出土する魚物石器。明治時代、この形の石器が皇室に献上されたので魚物石器と呼ばれるようになりました。用途不明の謎の石器です。今の急須にそっくりな中高土器、モダンなデザインに驚かされます。宮川村塩屋の縄文遺跡。今年この遺跡からおびただしい数の石棒が発掘されました。かなり大規模な石棒の工場がこのような山奥にあったのです。地元の教育委員会の熱心な調査で、この石棒は日本海側にまで普及していたことが分かってきました。227G の13の2。遺跡の横にある小さな社。今もなお縄文の人々の信仰がそのまま息づいているのです。高山市郊外の北アルプスを望む高台、田んぼの中に立つ細長い石。以前はこのような大きな石が幾何学的に並んでいました。飛騨のストーンサークルではないかと言われています。いや、もう縄文時代っていうのはもう昔は2000年から先のことで、だんだん研究していくうちに9000年まで遡れるというようなことを伝えられて、愕然としまして、世界で一番最初にじゃあ土器を作ったのは日本人なのかというような驚きまで持ったことあるんですけど、縄文時代っていうのは小林先生、こう大まかにご説明 していただけますでしょうか。そうですね、実は縄文時代はですね、今のお話のようにもう9000年というよりももっと前で、紀元前1万年ぐらい前に始まったというふうに考えられているんです。
でそれから紀元前の400年ぐらいまで、つまり、ほぼまあ1万年、ざっと1万年ぐらいですね、続いてるんですね。これはあの見方によるとですね、ある人はこれを停滞だと、足踏みずっと長くしてたんだという、9000年の間に縄文土器の形態の景色があんまり変わってない。いや、そうでもないです。くる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 変わるんですね。それにまあそれもそうだけれども、そのとにかくその足踏み状態が続いたんだという、そういう考え方がむしろ多いんですよ。けれども私はまあそうじゃないと、実はどん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 その充実させていったと。だから黙っていたらですね、もしもその新しい弥生文化というものが入ってこなければ、ずっと 今まで続いていたでしょうと。で今この辺りの飛騨のあちこちにですね、あのいろいろ懐かしげな風習だとか考え方だとか世界観が残ってますけれども、そんなものがもっと表に出ている世界がずっと続いていた可能性があるというふうに思いますね。それとまああのじゃあどんな時代かという、そういうことですけれども、これを大まかに話しするというのも大変な1万年の時代ですけれどもね。だから例えばあのどんな着物を着ていたとか、どんなものを食べていたか、どんな家に住んでいたかとかですね、こういう話ももちろんすごく重要なことですし、まあ短い時間ではとても語り合わせるものではないんですけれども、あのもう一つ重要なのはですね、一体あのそういう家に住んでる、いろいろなものを食べてる、その食べ方といいましょうか、食べるものに対する心構え、姿勢といいましょうかね、むしろそちらが非常にまあ重要じゃないかと思うんですね。例えば今 の政治なんかも見てましても、いろいろな内閣がいろいろなことをやります。でそれどういうことをやるか、ダムを作ったり道路を作ったりということをやりますけれども、あのむしろそういう個々の何をやったかということだけじゃなくて、むしろどういう姿勢で、どういう理念だと、それがまあ問題だと思うんですね。あのそういう面であの縄文を見るとですね、少しまたあの見えてくるものがあるんじゃないかと、そういうふうに私今思ってるんですが、例えばどんなものを食べてたかという、その最も基本的な我々のまあ関心のある問題にまあ入ってみますとね、あの食べ物のカスはですね、例えばこの飛騨地方ですとゴンボウ洞窟とか、あるいは海岸の方に行くといろいろな貝塚から彼らの食べ残したものがこう出てくるわけです。あるいは食べカスが出てくるわけですね。それをこういちいち調べていきますと、例えばその貝塚の貝の種類だけでも350種類以上あるんですね。それから獣 その骨ですとね、大体70種類近いんですよ。で最もあの彼ら好んでたのはあの鹿とイノシシです。今でも多分あの皆さん食べて楽しむんじゃないかと思うんですが、肉もとても美味しいし、それから頭体が大きいですからね、一頭仕留めるとあのいくらでも肉があの手に入って、そしてうまいとこう来てますから、あの大人気なんですね。ところがそういう美味しくって効率のいいものを食べながらも、一方ではあのタヌキとか、それからムササビとか、まあ果てはネズミまでですね、もうありとあらゆるその70種類近いというのは、もう日本列島の哺乳動物をほとんど食べてるんです。食べてるって言うわけですね。もう狼も食べてます。狼も食べてますか。それからあの今入り表島にしかいないような大山猫もいたんです。それも食べてますね。あの取るのは大変だったと思うんですが、そういうものも食べてるんです。それからあのお猿さん、これまあ似てる人もいるんですけれども、あのそういうそのどうもこの自分の仲間に似ているやつをね、食べるっていうのは気が進まないということで、その食べない狩猟民が多いんです、世界的には。ところが縄文人は最初から最後まで全然そのこだわらないで食べてるんです、ね。中国の広東でも、そうですね。でそのようにですね、あのそれをこう違った見方をするとどういうことかというと、分け隔てしないで食べてるんですよ。その70種類もの肉はですね、どれもこれも美味しいとかというものじゃなくて、中には食べにくいものもあるんです。私はあのタヌキ食べたことありますけれども、いろいろ手を尽くして、それは学問上の、まあ、そういうことも含めましてね。でまあ好奇心がもう半分で食べてみたんですけれども、あの全然おいしくないんですね。で無理にこんなのはもう食べることないと、もう、これからはごめんだというような、そんな味なんですけれども、彼ら食べてるんですね。で一方ではそのイノシシも鹿も食べてる。だから一生懸命食べてますから、イノシシやシカの骨を見ますとね、実は
相当に縄文人に痛めつけられているという証拠があるんですよ。つまり自然の状態でしたら、天寿を全うして全体の年齢構成がこう、高くなるんですね。高く上るわけですね。ところが縄文人にこういじめられてますとね、それがサイクルが若くなっていくんです。ところが面白いことにその若すぎないんですよ。ちょうどいいところに行って食べてるんですね。でそういうふうにこう分け隔てしないということは、一方では実はそのある種のものに偏らないで、いわば神が与えてくれたようなそういうそのものをありがたく頂戴するんだと。昔よく食卓でと言いましょうか、食事の時にお袋にね、これも食べなさい、あれも食べなさいって、あれと同じような、まあ、哲学と言いましょうかね。あれは田舎のお袋はですね、決して栄養学的な知識があったわけじゃないんですよ。まして縄文人に生態学的なそういう見方があったわけじゃないんですね。しかしもう身についた自然とのその共生と言いましょうか、共に生きていくという、それがもうそういうところに出てきていて、だから徹底的にですね、あれもこれも食べていく、バランスよく食べていくということをやってる。これを私は縄文姿勢方針と呼んでます。ちょっと宮沢さんの姿勢方針とは違うんですけれどもそれはなんですか、アフリカのピグミの森で、はい、こう森上に行くときは2頭以上獲物を取っちゃいけないとか、はい、そういうタブーを守ってるとか、はい、それは本当に生態エコロジーを知らなくてもアプリよりって言いますか、宣言的に神の森だっていう、はい、こう信仰がやっぱりあったんでしょう。そういうこともあるんでしょうね。それからもう一つはですね、美味しいものだけをこう追求していくとね、ある時手に入らない時、じゃあどうするかと、いや僕は食べないでいいというわけにはいかないんですね。その種が絶滅する恐れもあるんですね。そうするとあれも食べてみる、これも食べてみるということによって、その時の腹を癒していくと、それをですね、あれも食べれる、これも食べれるということをその知識として伝承するというのは大変難しいんですね。紙と鉛筆があればまあ脳として受けますけどね。それは動物ならまあ簡単かもしれませんが、一つこれを植物の方に目を転じますとね、この植物もものすごい数食べてるんですよ。もう今だったらせいぜいスーパーに行っても10から20ぐらいの間だと思うんですね。ところがもう300種類から500種類ぐらいの間のいろいろなものを食べてる。しかもそれは根っこであり、茎であり、葉っぱであり、芽であり、花であり、実でありというふうな、そういう食べ方してるんですけどね。それはどういう痕跡で分かるんですか？食べれ植物はなかなか残りにくいんですけれども、うっかりこうやって火にくべてしまってですね、取り出すのを忘れると炭になりますね。炭になったらもう無機物です。そうすると残るんです。それから水気の多い遺跡なんかだと、バクテリアのその分解がその進まない、つまり水がですね、行き渡っていて、サランラップのような役割をするんですね。そして空気の流通を妨げて、酸素の供給が抑えられるもんですから、そうするとバクテリアが活動できないんで残る場合がある。そういうのを見ていきますとね、今のところ60種類ぐらい数えることができるんです。ところが60種類の中にはわらび、ゼンマイとかその他、当然食べたと思われるものが含まれていないんですね。それが残っていないんですよ。それを加えたらもう400種類ぐらいにはあっという間になるんですね。ただ私はね、縄文時代の今食べ物っていう話で思い出したんですけど、モスって東京大学 の、はい、教えた親鳥外人が横浜から東京に行く途中、京浜線で今 東海道線ですよね、この大森貝塚を見て、白い山を見て、でそこ学生連れて数引っ返してきて発掘したと、はい、そうしたらなかなか公表されなかったんですけど、中に骨があって人骨を食べたっていうような説があって、はい、その頃はその縄文人がその人間の肉を食べたっていうようなゴシップやスキャンダルになって大騒ぎになったっていうのを聞いたことありますけど、はい、あれはどうお考えですか？もうあれはですね、ちゃんと報告書にも出てるんですよ。それで明治 その親鳥外人の教師の中でもですね、いろいろ派閥がありましてね、相当彼はそれで攻撃を受けたんですけれども、その考え方は正しいんですよ。見方はですね、縄文人骨にその切り傷がある。その切り傷はちょうど一方、その同じ貝塚から出てくる
鹿やイノシシの骨にも切り傷があって同じ場所にあると。それはだから筋肉をですねこう剥ぎ取るところ、そういうところにあるじゃないかと、だから肉を食べたんじゃないかと、こういう論法なんです。で実はですねその論法はいいんですけれども、モースはそういうものを見つけたいと思って観察してるんですね。そうするとその傷が浮かび上がってくるんですよ。今見ますと非常にかすかな傷でして、果たしてそれがカニバリズム、人肉をその骨から剥ぎ取るためのものかどうかというのはですねなかなか難しいんですけれども、他の遺跡から代わりにですねモースが目をつけていたような証拠がいっぱい上がってるんです。だから人肉を食べた可能性は高いんですけれども、ただそれを食料として食べたんじゃないんですね。宗教的儀式多分そういうことだと思います。それは王というような人の霊力を分かち合おうということですかね。そういう例とかですね、いろいろ世界の民族例見ますとね、そういう例とか、あるいは戦争して捕虜にした捕虜の獲物をその人たちをその徹底的に、その食い尽くしてしまうと、その儀礼的にもですね、そういうことをいろいろ意味があるらしいんですけれども、少なくとも縄文時代には骨から肉をその剥ぎ取っていると、これはもう確かなようです。川田さんは縄文をどういうふうにお考えですか。縄文時代が持っているこう先ほど、その音の方からね、しとりさんの方からの演奏とお話もありましたけど、僕も国学院で小林さんの研究室の方に頼んで縄文時代に出土しているその石の笛を実際に何度か吹かせてもらったことがあるんですよ。そうすると本当にこう鋭い高い鉱玉なんかで作っているような場合は低い音が出るんですけど、石の自然石に穴が開いたものと、それからわざわざ穴をこう鉱玉のようなもので貫通させたものと、それから土鳥さんも最後に吹いていました、土笛のね、非常にこう優しい大地に変えるようなその音と3つあって、こういうようなそのホラ貝に近いその巻貝も出土しているわけですね。で僕はその縄文時代にもこういったその自然のものを使って吹いていたと思うんですけどね、さっきちょっと僕吹きました。でこの中が空洞になっているでしょう。これはホラ貝をホラというのは両面宿儺がね、そのホラ穴の中でできる鍾乳洞のでそのホラ貝を吹きながらずっと降りてきたっていうんですね。で私は十一面観音のね化身であってというようなことをこう大音上で唱えながら、でそこを宿儺洞っていうんですか、そういうその辻とか峠があるらしいんですよ。でこれは一つのこう霊あるものがその出現している行く空間だと思うんです、魂が。でこれ自体が一つのこう女院の形っていいますかね、そのこう琴の形をこうしていて、これはこの日本書紀とか古事記にもなんでこれほどたくさんその琴とかねホラーというふうなことが出てきたり、あるいは暗い山の蔵っていうのもこう宇壺になっているようなこう馬蹄形のねこういうその空間ですよね。で乗鞍の蔵っていうのもこう魂がその中にこう宿り込むっていうふうなその意味があって、高山から出土した、これちょっと見にくいんですけどね、こういうものがあるんですよ。でこれは穴が2つ開いていて真ん中にその筋が入っているんです。でそのこの筋は僕はそのこう女院を表しているんじゃないかと、女性の性器をね。でここで僕はその頼んで音を鳴らせみたら、そのものすごくいい音が出るんですね。でこれは縄文時代に他のところから、これは埼玉県から出土しているものを自分でちょっと不細工ですけど作ってみたものです。これは真似て作ったんですけど、真ん中にその筋があって、で後ろの方は持つ子これを親指を入れてここを押さえて、そしてその筋に息をこう吹き込みまして、この穴を通ってその音が鳴ると。どんな音するんですか。これは作り方が下手だったので音が鳴らないんですけど、試しにちょっと吹いてみましょうか。別のところからこう出たようなです。